はい、お控えなすって、どうも目玉テレビフォーマーショーです。本日ね、鳥越アズーリ FM ショーゴとレイヤとメロディーの歌仲間、生放送日でございます。はい、ただいまね、スタジオに向かっております。いやちょっとね、少しこう時間があるので、コーヒー飲んでちょっと休憩して、向かおうかなと思っております。今日も頑張ります。はい、ちょっとね休憩しております。こちらが氷も実はこうアイスコーヒーからできてて、すごいですね。美味しいです。はい、ただいまね、ビルに着きまして、これから上に上がっていきます。はい、今からね、ショーゴとレイヤーのメロディー歌仲間始まりますが、その前に、こちらまさみさんの、まさみの気ままなメロディー、ね、動画までいつも出ていただいて、いえいえ、こちらこそいつもありがとうございます。ご飯の皆さん、ありがとう。またね、目玉ちゃん。はい、今ね、裏側なんですけど、いやーすごいですね。あらこんないいんですか、こんなゲストにこんな登場の仕方。すいません、すごい扱いを始まりますね。もう隠れ子状態です。はい、生放送これから始まりますが、見れなかった方はね、2週間後のね様子ちょっと楽しみに見てくださいね。はいはいはい、パサイレイヤくん、そして朝風小川さんゲストね。はい、こちら岡田忍です。一番先輩ですけど。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。沈没。はーい。ただいま。はーい。放送終わりましたが。ありがとうございます。ありがとうございました。レイヤ君。楽しかったね。楽しかったです。またこういう回もあるね。楽しかった。ね、今日出ていただきましたスペシャルゲストの、岡田忍さん、はい、岡田でした。そして朝風小川さん、小川でした。はい、パーソナリティはレイヤでした。はい、どうでした。いやなんかこう、先ほどね生放送でも、感想言っていただいたんですけど、ちょっと出ていただいた感想とか聞いても大丈夫でしょうか。はい、はい、すっごく本当に楽しくて、はい、FM というやつも YouTube とかじゃないですか、うん、もう、うん、テレビと同じじゃないですか、はい、でこんだけはっちゃけて番組のっけからの下から私登場したの初めてなんですよ。はい、本当に楽しかったです。また来させてください。よろしくお願いします。いやー本番より裏の方が面白かったです。ショーゴさんもね、なんか本番になるとなんか真面目になるので。そうですね、ちょっと本番裏のショーゴさんが見れて楽しかったです。裏ショーゴ、裏ショーゴ、裏ショーゴ。来週も2時から、はい、絶対見てね、絶対見てね。いやめちゃめちゃ盛り上がっちゃいました。僕らもすごい勉強になりましたね。また何卒皆様よろしくお願いします。ありがとうございました。イエーイ。